はい、皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日はて、えー、枕の創始ですね。木の花はというところ、定期テストの対策で、ね、やっていきたいと思います。要約としてはですね、聖少納言から見た様々な木の様子について書かれているという形ですね。まあ、この辺を読むとですね、平安時代の人たちがどういうものに価値を感じてたのかとかが、まあ、よくわかるかなというところです。見ていきましょう。木の花は、濃きも薄きも勾配という風に書いてますね。もうこれそのまますよね。色が濃くても薄くても やはり勾配が良いと桜は花びら大きいに葉の色濃きが、うん。桜というのはね花びらが大きくて葉っぱの色が濃く枝細くて咲きたるですね。 ここ、えー、先のところが連用形になっているので、この樽はですね、官僚の助動詞という風に取れますよね。官僚存続の助動詞です。咲いているという感じですね。枝が細い寄せ咲いているのが良いという感じですね。この先樽の後とかにがお菓子みたいなね。えー、まあちょっと良いというものが、えー、ちょっと省略されているという形ですね。富士の花は、しない長く色濃く咲きたるですね。これも同じです。先、これ連用形になっているので、樽のところね。 えー、存続で取ってあげるといいと思います。富士の花はしなやかな曲がり、豊かに垂れている花房ですね。が長く、色が濃く咲いているのが糸めでたし、非常に素晴らしいと。4月の盛森ですね。ちょっと緑で色を変えている部分というのは問題としての予想になります。月末のことですね。えー、そして5月ですね。えー、うずき、そしてさつきという感じになりますけども、えー、さつきの1日の頃多いですね。 4月の下旬や5月の上旬の自分ですね。立花の花の、これは主角の能ですね。格助詞なんですけども、がって訳すやつですね。濃く青木に、花がですね。ここも同じ主角でがですね。糸白、咲きたるが、存続の助動詞ですね。 立花の花が濃く青い時に花がとても白く咲いているのが雨打ち降りたる降っているですね。存続。そして努めて。これはね、翌朝という意味になります。雨が降っている日の翌朝などは世に尚う心ある様にお菓子ですね。 この世になうというのはですね、世にないっていうことですから、もう、無類のとか、類に稀なという、稀っていうか、類がないという感じで役を作りましょうと。世に類がないほど思ある様子で心惹かれますねと。鼻の中より、小金の玉かと見えてですね。鼻の中からですね、顔を出す実というのがまた、この黄金の玉かのように思われてっていうね、金意味中、鮮やかに見えたるですね。この見えは、下二段同士になりますね。見えず、 見えててでね連用系になっているのの存続の助動詞ととても鮮やかに見えている様子などはですね。朝霧に濡れたですね。これも濡れず濡れて下二段で取りましょう存続。朝ぼら家の桜に劣らず打ち消しの助動詞使っているので、朝露に濡れている明け方のね桜にも引けを取らないというふうに言っているので、非常に褒めてる感じですね。 ホトトギスのヨスガというのはですね、この、寄って立つところみたいな感じ。まあ、頼りにするところみたいな意味で取るんですけども、とさえ副助詞ですね。気をつけましょうね。意味としては天下という意味になるので、何々までもというふうに足し算する形です。で、思えばニアですね。ニア、ニカ、アラムのニは断定という助動詞の覚え方ですね。ニア、ニカ、アラムのニは断定ですね。このニは断定の助動詞なりの連用形というふうに取りましょう。 ほととぎすが身を寄せる花立花とまで思うからだろうかという感じですね。なお、さらに言うべうもあらずですね。このさらにっていうのとずというのが結びついてですね。さらに、ほにゃらら打ち消しで全く何々ない、少しも何々ないという風な形で使うので、全く言うこともできない。つまり、もう何もね、言いようがないほど素晴らしいという風な形になります。このあたりもね、解釈で問題が出そうだなという というふうに予想している感じですね。なしの花。より凄まじきものにしてですね。凄まじきというのは基本的にマイナスの意味で使うことが非常に多いですね。えー、非常に興ざめなものだという感じです。地孔をもてなさず、打ち消してますね。はかなき踏みつけなど、だにせずですね。このだには副助詞で類推です。ここはさえというふうに訳すんですね。だにとさえね。だから気をつけておいてくださいね。 身近なものと扱ったりせず、ちょっとした手紙を結びつけたりさえしないというね。だからなぜか、梨の花は非常に人気がないという感じですね。愛を遅れたるですね。存続の助動詞使ってて、人の顔などを見てはですね。 可愛げのない人の顔などを見てはですね、たとひに言うも、げに花の色より初めてですね。たとえに出すのもと、いかにも花の色を初めとしてってなってるんですが、このたとえというのがね、え気をつけておきましょうね。この可愛げのない顔ね、愛情遅れたる人の顔と、なしの花というのをイコールで結んでいるたとえですよという形です。 愛なく。これちょっとマイナスですね。えー、つまらなく見えるという感じですね。もろこしには限りなきものにてですね。釣り合いが悪いというね。えー、非常につまらないというよりは、ここは釣り合いが取れてないっていうことでしょうね。例えばね、えー、見て。釣り合いが悪い感じに見えるのに、中国ではこの上ないものとして、みにも作るというふうになってます。踏みというのは、ここはね、漢文関係、漢詩文とか漢詩とか、そういうものを表します。読むのだからと。 ナホサリとも、ようアラムですね。これは水量の助動詞ですね。やはり、そうは言っても何か訳があるのだろう。ようアラムですね。訳があるのだろうと思いですね。ナホサリというのは、なんかもう、しょうもないな並波一通りかなとは思うけど、いやーまあでもやっぱりなんか訳があるのだろうというね。 まあだから、清少納言から見ると、梨の花というのは非常になんてことないっていう感じなんだけど、えー、中国ではですね、非常にこの上ないものとしてされるのは、うん、やっぱなんか訳があるのかな、みたいな感じで考察しているという状態ですね。 せめてみれば、花びらの端にですね。まあ、よくよく見てみると、花びらの端にね、おかしき匂いこそ、形女詞です。心元なう月ためれという風になってますね。形女詞が使っているので、かかり結びの法則も発生してますが、このためれの部分というのが、官僚存続の助動詞たるにですね、遠曲のめれというのがくっついてますよと。で、あれっていうね、ルードコ一端っていうと、はい。もともとは、たるめれ、たんめれ、ためれという風に、 形が変化していたんですよねまず、タルメレのルーがんというふうに音が変わるのを発音便化と言います。そして、んという音は基本的に声に出さないんでね、無表記という形を取ることが非常に多いです。はい。そして最後のメレに関してはですね、形容詞こそが係り結びの法則を起こしていて、メレという依然形になっているという形ですね。うん。 意味としてはですね、重ぶき深い色艶がですね、ほんのちょっぴりついているようだという感じになります。まあだから花びらの先っぽの方は、まあ、ちょっと綺麗かなという感じですね。楊貴妃のですね、これ主格です。楊貴妃がですね、帝のお使いにあいて泣きけるですね。過去の助動詞を使ってて顔に似せてですね。幻想皇帝の、ね、お使いにあって泣いたという顔に似せて。これ中国の話ですね。 立夏一始、春あは、雨を帯びたりですね。官僚存続の助動詞 など、言いたる。こっちは完了とった方が綺麗かな。昔の話してるんでね。梨の花の一枝が春に雨を帯びている、などと言ったのはという風になってますから、これはね、えー、いわゆる陽気比というね、女性、まあ、いわゆる三大美女とかっていう風に言われたりしますけど、あの陽気比がですね、泣いたということをこれ、比喩で例えてるわけですよね。つまり、立夏っていう、立夏医師っていうのがこれ、陽気比のことを指してるのかなと。そして、雨を帯びるというのが泣いているという 状態の例えとしてて使っている感じですね。おぼろけならじと思うにですね。おぼろけではない。つまり、波一通りではないという感じになりますね。打ち消し水量の助動詞がくっついているので、波一通りではあるまいと思うとと。なお、意味じめでたきことはですね。やはり、なしの花がですね、体操素晴らしいということは、類あらじ、打ち消し水量です。類はないのだろう。 と、覚えたりですね。官僚存続の助動詞です。比類するものがないのであろうと思われるというね。まあこれだから、おや、初めになんかけなしてたやんっていう感じですよね。うん、なんで、その辺も踏まえてですね、ちょっと打ち消し水量の意味を使ってるのかなという形ですね。まあ中国ではそういうふうに考えられてるのかなという感じですね。 そして次の花に行きます。霧の木の花ですね。一体これはどんな特徴なのかというところ問題で出そうなんですけども、紫に咲いているですね。官僚存続の助動詞はなおおかしきにですね。霧の木の花がですね、紫色に咲いているのはやはり風情があるがと。歯の広ごりざまぞ。 形状詞ですね。歌たて、こちたけれど、というふうになってます。このけれの部分ですね。ここはですね、仮活用がありません。つまり、こちたしという形容詞の依然形だというふうに取らないといけないんですけども、形容詞、助動詞続けば仮活用という理由、あのね、ルールがあるので、それをね、しっかり押さえておいてください。仮活用がないので、こちたけれ、けれは過去の助動詞じゃないよっていうことですね。で、ちなみに、歌手てもこちたしもですね、基本あまりいい意味です 使わないマイナス的な意味として使ってください。歯の広がる様子がですね、異様にね、えー、大げさで嫌な感じはするのだがですね、ここ逆説使ってるので、この後おそらく褒めに行くのかなという感じですね。とききどもと等しう言うべきに。 あらずですね。べき。まあ、当然という風に取りましょうか。これはね、水流、意思可能、当然、命令、適当の当然で取ったらいいかなと。で、この2はですね、断定の助動詞なりの連用形です。2や2か、アラムの2は断定ですね。2の後ろに、もうという形状詞が来てます。そして、あらというね、動詞がくっついている場合ですね、基本的にはこれ、断定の助動詞という風に使う方が綺麗だと思います。なので、他の木々と同じには言い表す べきではないといとう,うにななりますねなので、霧の木の花がですね、まあ確かにちょっとね、残念な感じはするけども、他の木々と比べようもないという感じですね。ここににとと式ななつるる鳥ののいいいいうふうになっててますね存続で、すねでこれね、基本的にはプラスで褒められてるというのをさっき取らなあかんよっていう話したんですけども、ここのね、ことこと式っていうのはもしかすると教科書によっては載ってないかなと思 思いますうん、これどうやら本によっては載ってたり載ってなかったりするので、えー、皆さんの教科書に合わせていただければと思いますが中国でね大げさな名前のついている鳥がというねこの大げさな名前というのは一体どんな名前かというと実はね鳳凰なんですよもうあい鳳凰みたいなねそうなんですその鳥がですね えりてこれにのみいるらんですね。現在数量の助動詞を使ってます。意味じゅう心異なりですね。 選んでこればかりに止まっているだろうというのは大変格別な感じがするねというふうに言ってるんですがなぜここ現在推理を使っているのかというと清少納言自体は中国にいてものを見たことがないんですよ見たことがないからそれが今止まっているのだろうみたいな感じで視覚外のものを推理をするときにこの助動詞のラムとかっていうのは使ったりするんですよね はい。まあ、なんで、こう、まあ、伝文演曲でもいいかなとは思いますが、現在のね、えー、らしいというね、巻いて、ことに作りてですね、まして、霧をことに作ってですね、様々なる音の入れくるなどはですね、様々な音が出てくるということなどはと、おかしなど、世の常に言うべくやはあるですね、当然の助動詞、そしてやは、半語を使ってると。 なので、趣きがあると、ありきたりに言うはずがあろうか、いや、言うはずがない。つまり、これ、褒め言葉なんですよね。もう、ありきたりに言えるか、いや、言えないですよ。もう、めちゃくちゃ素晴らしい、みたいな感じで褒めてると。意味中こそ、めでたけれ。ですね。だから、ちゃんとここで結論述べてますよね。とても素晴らしいことだと。 木の様、肉源なれど。アウチの花、糸、お菓子ですね。木の様子はですね、漢字は良くないんだけども、このね、アウチ、おうちっていう感じかな。花はとても趣があると。まあ、現在のね、えー、こういう花らしいんですけども、枯れ枯れに様ことに咲きてですね。これね、ちょっと枯れ枯れというのが掛け言葉として捉えられることも多いみたいなんですよね。だから、枯れ枯れというのが枯れそうに風変わりの枯れるという意味で ででで取取るるる場場合合と他のの木から離れてってっいいう意味で取る場合があるみたいなのでまあ、この辺もね皆さんがこう学校の授業とかに習ったところに合わせていただければと思うんですが、まあ、他の木とは違ってというふうな意味になるんですけどもかれがれのところがですねこのね「離る」というふうに書いて古文ではですね「かる」というふうに訳を作りますそして「カる」「カれる」ですねこの2つのどっちで考えるかというね、えー、議論がどうやらあるみたいです 必ずさつき5日に会うもおかしいですね。必ず5月の5日にね、開、えー、館のタイミングが合ってくるというのが非常に興味深いですよねというお話です。ちなみにこの会うもね、掛け言葉的に言ってるのかなというところですね。 アウチというね、えー、はじめに出てきました。アフチの花のアフチとアフですね。つまり漢字で言うとですね、アフとアフチというのがかけられているのではというふうに考えられるみたいなので、もし掛け言葉で聞かれたら、アフチとアフというふうに答えていただければと思います。はい。ということで、今回は枕の子の木の花はというところね、解説させていただきました。少し遅くなりましたけども、えー、リクエストを答えさせていただきました。皆さんテスト勉強頑 頑張ってください。足しになったと思う方はですね高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは皆さんテスト勉強頑張って公文はエンタメだしバイバイ